岩子島は広島県尾道市に属す島である。三幸瀬戸と向島大橋。右が岩子島。本州尾道市から南の尾道水道を隔てた位置にある島。東側が三幸瀬戸を隔てて向島になり、向島大橋で結ばれている。向島は島並海道と結ばれているため、この島は本州と陸続きになる。地理的。 文化的にも、向こう島と一体化している存在である。面積2.46平方キロメートル。周囲約8キロメートル。気候は、瀬戸内海式気候。人口約660人。高齢化率44.9%。島行きすべて、郵便番号722-0072広島県、尾道市向島町岩古島。尾道水道生産。左が、 岩古島、中央がクジラ島。この島では遺跡、古墳、古城跡といった埋蔵文化財は発見されていない。島の南西部にある岩古島五福島神社には太古の昔色島姫命が滞在した伝説が残る。ただ話自体は後世の創作であるとしている。この島の北西部、尾道水道の生誕にある二つの無人島は大クジラ島。 小クジラ島と呼ばれ、現在は、三原市に属する。この島のことは、大安四年、今川貞代が、九州短大として下校していた時の気候文、道行ぶりや、高王元年、足利義満五福島参りの際の気候文、六王院伝五福島参り記に登場する。その海中に小深き小島になら、ビたり全南クジラ島というなり、年ごとの周波数に、 クジラとイフを置くよりきつ。またの年の6月にまたかヘリハベルトなん。ゼワコにいます神の受け入にでかくハベルト、雨どもの猿なり、今川両春、どう、雪降りつまり、中世には岩古島付近までクジラが来ていたことを意味する。江戸時代、この地は広島半寮となる。島の産業の中心は農業。特に国内トップの生産量を誇る、和けの産地として著名である。 大正時代から一大産地となったものの、太平洋戦争中には、統制野菜が生産されたため、一時期廃れた。1949年野菜の統制撤廃後から、わけぎ栽培が復活し、農業技術の革新により1970年代には、広島わけぎの名声を確立した。島の農家の4割が、わけぎ農家である。また、 広島県内トップの生産量を誇るトマトの産地でもある。ここでは国、県、市が指定している文化財を列挙する。岩子と五島神社三道向島大橋、小道大橋で結ばれているため陸続きである。フェリー航路、都線は存在していない。公共交通機関としては小道バスの路線がある。向島大橋は北側に車道橋としての欄が、橋と、 南側に歩道橋としてのトラス橋が並走して架けられ、どちらも鮮やかな赤の塗装が施されている。尾道と向島を結ぶ橋が、尾道大橋であることなどの前例から、岩志島大橋ではなく向島大橋と命名された。全長は約140メートル、海面からの高さは14メートルで、1968年に日本初の海を渡る農道の橋として開通し、 1990年にトラス橋が併設された。ありがとうございます。